はい、どうも、ナオピーでーす。はい、ユキです。チャキーン。チャキーン。はい、今日は、金曜日に行きたいと思います。リベンジ。リベンジ。焼肉丼、焼肉丼、はい、カツカレーのご飯少なめでお願いできますか。カツカ、はい、できますよ。じゃあご飯少なめで、カツカレーでご飯が少なめ、はい、はい、はい、OK です。はい、はい、いただきます。おかしいなぁ大人になりました。たまちゃんはさ、ずっと大丈夫なの？うちの近所に安大先生って言ったの。あ、そう、森川先生って。久々だわ。やっぱね、美味しいね、カツカレー。特に俺はカツが好き。カツが好き。カツが好き。うまい。ドンドンドン。うま、うま、うま、うま。ことはさ、うん、だって13目と17目とか、はい、13目と17目のマッチ、うん、ね、13目だって13目あるからね、この13目で不明確度下げたけど、うん、誰は買う、うん、時間経つと下げなくなる。時間勝負。うめえ。今日はね、俺勝負の日だからさ。トマトって半分なの。やけ。すごい。これで少なめって異常なの。カツカレー普通の量を普段作ってる人は少なめでも多分飛ばしてくれないとやばいです。、ね、大食いの大食いのじゃないけどめっちゃ食うね。テル、まあ、過去の動画見てもらって出てると思うんですけど、テルでさえね、ちょっと苦しいかな、食ってたぐらいだから、結構ね、きつい。でも俺、昔食えたんだよね。今25で、当時19、20歳、2回ぐらい来て、これはね、一応食い切ったわけよ。でも去年24で来て食えなくなっちゃった。やばい、年重ねるとこういうこと。なんか手前だけ減ってるからなんか全然こっちが減ってる。減ってるよ。ほらちゃんと減ってんだから大丈夫大丈夫。あと少し。あ、少しいいともう今日行けるっていうあれよ、グランドフィナーレ。意味はグランドフィナーレ意味は何ですか。綺麗に
掃除しています。いや、なんか俺的にさ、ご飯粒残して食えよ。ああ、すげえな。パンツに残ってます。なんかちょっとは残るのかなって。ほら、あ、茶碗にここをね。そうそうそう。なんとる食わないの。なんか洗う側になって太陽でなあれカビカビになって。って思っちゃう勇気。気持ちわかるよって方、もしくは残したら別によくねって思う方、意見を書いてください。貸してくれたらめっちゃ嬉しいです。ハンいや、俺あれ結構ハマってる。イルカが結構あれ面白いです。俺ずっと見てるからなんか普通になっちゃった。最近よく見てる。あ、そう。もうそのアルファ 7S3 が出るからそれをちょっと狙ってね。ああ。これもう正直だね。よし、はい、はい、うわーい、はい、あーずぱにゃー。いや、今日は健全にね、少なめって言ったんだけどね、あれやばいって結局多いね。ご飯2杯分ぐらいあるよ、うん。あ、でもたまに食べたくなるこの癖のある中毒性なカツカレー、ぜひ皆さんご賞味くださいませ。もうね、隣に来たお客さんでこっち俺のやつの少なめのやつだったんだけど、それ見て、え、あれっしょ、どんくねあ、言ってたと言ってたちょっと読み込みたいな感じで、鶏の唐揚げとなんか焼肉定食とかね。いやー、やばいっすね。はい、じゃあぜひチャレンジしてみてください。はい、コーヒーとカレーは相性が抜群です。個人的なあれやそう、間違いないね。うん、はい、はい、って感じで、よかったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。はい、インスタ、ツイッターやっておりますので、はい、こちらからチェックしてみるとプライベートに戻せて楽しいかもしれませんはい、はい、ってことでバイバーイ。もう無理ー